得した上でお金払ってもらえるというのがあります。で SNS で稼ぐ方法を知りたいって感じなんですけども、まあ、商品紹介したらいいんでしょうかとかですね、質問いただいてますね。サービスと紹介、まあ、稼ぐコツは何でしょうか、ポイントは何でしょうか、どうやって習うんでしょうかって感じなんですけども、 SNS だけを使って稼ぐ方法を教えてる人がいるとしたらちょっとマーケティング分かってないなって感じですね。 SNS そもそもですね、まあ、あのインスタとかですね、 Twitter、YouTube、 あの要は暇つぶしで来てる人が多いんですよね。 YouTube は検索して調べてきてる人はまた別なんですけども、やっぱりですね、あのなんとなく見てる暇つぶし、まあ、時間つぶしが SNS のほとんどの人の使い方ですよね。なのでそんな中でですね、見込み客の人を集めるというのは、まあ分母がものすごい何万人いてっていう感じだったらまたあり得ると思うんですけども、やっぱり効率も悪いですよね。なので、人数は少なくてもちゃんと、ファンを作ってあなたの、考え方とか提供するサービスに価値を感じてもらってお金を払ってもらうっていうのが一番いいと思うので、情報発信が一番いいですね。 SNS よりも情報発信です。